さて、スイスビーのエコを入手したので、ちょっとその話をします。このスイスビーというのは中華民国ですね。中華民国の三分堂という会社のブランドです。で、このイラストにあるような、透明軸で尻軸とキャップが色がついているというやつですね。前からこう気にはなってたんですけども、なかなかこう入手をするというところに至らなかったんですけども、たまたまですね、からしソエルさん、コラボで、この色のついているところが、からし色というですね、なかなかおしゃれなものが出たので、これをやっと買うということになりました。これの発売日が11月の30日ということで予約をしていたんですけども、前日にですね、入荷しましたけども、明日発売日なので、明日以降に取りに来てくださいということで、取りに行ってまいりました。というところです。で、このからしソユさんのバージョンには、オリジナルのツイスビーのインクと、それから、2段に、箱の中が2段になってて、インクと、それからいつもついてるという、この分解用の工具とメンテナンス用のシリコンオイル少々というのが入ってるという状況ですね。ちょっとなかなか綺麗なイラスト付きのケースで、よかったなというところです。で、これをにですね、早速パイロットのブルーブラックのインク、いつも使っているパイロットのブルーブラックのインクを入れてみたんですけども、非常に書きやすい。これはいいなということでですね、そろそろ季節がですね、12月になったので、大量に赤いインクを消費する季節になってきました。で、この季節大体ですね、赤いペンというかですね、赤インクのペンとかを、いっぱい買ってきて、とっかえ、ひっかえ、卒業論文の原稿に赤を入れるということをやってるんですけども、せっかくなので、ちょっと買っちゃえということですね。同じくツイスビーの、エコのノーマルバージョンですね。の、赤のバージョンを買っちゃいました。一応ですね、限定品を買ったのが11月30日で、この赤い方を買ったのが、12月1日なので、別に1ヶ月に2本買ってるわけじゃなくて、ちゃんと1ヶ月に1本ずつしか買ってないよという言い訳をしているわけですね。で、これ吸入式なので、インクがですね、いっぱい入るというのが、非常に嬉しい。だいたい3リッターじゃない、3cc ぐらいマックスで入るそうです。で、これはパイロットのですね、FKK3MRP、世間では、カスタム823と言った方が通じますかね。あれでもよくやるんですけども、二度付けするというやつですね。どうしても構造上、ボディのインクが入るところにの容量、満タンには絶対入らないということなので、一回インクを吸入しておいて、空気をですね、若干追い出してから、もう一度インクを吸い上げると。いうことをやると、ボディの容量いっぱいにこうインク入れることができます。ということですね。で、こっちのペン先は、赤い方は M なんですけども、M でもいいかなということで、M 版のやつを買ってきましたということですね。あんまり差はないのかな。ちょっと今書いてみてますけども。あんまり、からしソエルさんのやつは、F 限定ということで、もう F バージョンしかないということで、買ってきましたけども。あんまり差がないですね。F と M でね。書いてるときにはあんまり差があるように見えませんね。これノーマルバージョンなので、ケースの中には分解用のレンチとメンテナンス用のシリコンオイルが入ってます。あまりこう F と M の差があるようには見えないんだけども、これしばらく、このブルーブラックの入ってる方は、通常の使い方で、赤い方はこれからちょっと卒業論文を真っ赤にするというので、
添削用ということでですね、まあ、ボディの色とインクの色がまあまあ合っているので、綺麗かなということです。で、823の3本セットとかですね、823、3本セットとか、中屋3本セットは、長さはオリジナルの、ペンケースに入れてるんですけども、ちょっとね、もうちょっとカジュアルなペンだということで、これはどこのやったかな、カラーチャートの、ファブリックのペンケースがあるので、ここはちょっと入れようかなと思っています。これは、長沢じゃないな、伊東屋オリジナルを長沢でも売ってるというような、なんかそんな感じだったと思うんですけども、ちょうど綺麗に入るので、しばらくはこれに入れて、持ち歩きをしようかなというふうに考えています。まあ、そんな感じで今日はですね、スイスビーのエコ、カラシソエルさんの限定品を買ったら、まあ、使い心地が良かったし、まあ、日本円でね、4桁で買えるので、まあ、もう1本入手して、添削用にしちゃおうかなというふうなお話でした。では。